1日に春はサラサラという曲でデビューを飾る長山洋子ちゃんです。このメロディー日本では非常に珍しいフィンランドの歌をアレンジしたものだそうですが、デビューより一足お先ヤンスタブランの皆さんに聴いていただきます。長山洋子デビュー曲春はサラサラ。前に長山洋子ちゃんの歌です。春はサラサラ。Love you.
「そうな方思
で4歳の時から民謡も習っていたという歌唱力抜群の彼女、今日は桜のとっても綺麗な教会からのイメージで聞いてもらいますよ。長山陽子、春はさらさら。Thank you.
なみさん、自分のね、寝姿見て。悲惨ですね。そうですか。さあ、今度はキュートな坂本さんの登場です。行ってみましょうか。せーの、 VTR スタート。というわけでございまして、横ちゃんの部屋ですね、あくまでも純粋な気持ちね、入ってましたけども、今度はですね、長山陽子ちゃんの部屋行くんですけどもね、行く？行きましょう。大丈夫ですか？よくピンク映画に出てくるこういう人。それじゃあ行きましょう。せーの、行きますかね。行きます。それじゃあ陽子ちゃん、またね、ゆっくり休んでくださいね。さあ行きましょう。せーの、ふっ。そう、じゃあもうね、6時半たっぷり。はい。ねえ、いつも何時間寝てます？いつももう今学校あるから、うん、あんま寝れないです。今いくつでしたっけ？16です。16歳な。なかなか可愛い顔してますね。16歳ですからね。どうしよう。何のテープを聞いてんのこれ？ん？誰のテープ？それ事務所のお姉さんからもらったんです。うん、まあ、聞こうとしたら寝てた。あ、誰のテープこれ？浜田省吾さん。ああ、浜田省吾さんね。どういうパジャマかね、ちょっと見せてもらいましょうかね。まあ、かわいいね。よかったね、こちゃんね。ねえ、かわいい、かわいい。ねえ、はい、背高いですね、ちょっとね。そうですか。うん、54しかない。あ、そっか、上乗ってるんだね。はい。ねえ、こういうパジャマって自分で探すの？そうです、うん、どういうところで買ったの、これ？近所、うちの近くで探して、カナダに向かって、なんか一言ご挨拶あれば。これからですね、長山陽子を全国の皆様に愛してもらいたい、お願いいたします。嬉しい。じゃあございませんかねえ、陽子ちゃん。言えませんよ、なかなかここまでは。じゃあ、陽子ちゃん、全国のね、ファンの皆さん方に一つ朝のご挨拶をしていただけますかね。はい、おはようございます。もう今度は
逆に引っ掛けたいと思います。というね、健康的な2人でございます。坂本さん、よろしくってくださいね。よく見てなんかストロングコンコさんみたいな感じになりましたけどね。先生、以上でございます。はい、どうも朝早くから本当ごめんなさいね。荻野目洋子ちゃんは、はい、目覚めはどうですか？いい方ですか？結構起き出すともうパチッと起きちゃうんですけど、ね、そう。じゃあ永山洋子ちゃんは寝つきの方はどうですか？寝つきはもうすぐ寝れちゃいます。そう、はい、それじゃあ歌の方お願いしますね。荻野目洋子ちゃんの未来航海、そして永山洋子ちゃんの春はサラサラ、2曲続けてどうぞ。聖子ちゃんの曲は音域が高いので真似しにくいと言いながらもかなりの特訓をしてきたようです。永山陽子、春はサラサラ。ああ桜並木で風が人を荒らしそうな夕暮れ、あなたは
かも見えなくなれば、あなたが他の誰と通り過ぎても気づかない、花びらがサラサラ肩に触れる、好きですと言えなくて春です。今出てくる前にパッと口を押さえたら、なんで思わず信じられないです。信じられない、はい、いや信じてください。ほっぺたつねってごらん、はい、ほっぺたつねってごらんなさい。痛かったら間違いない。どうもありがとうございました。はい、もう嬉しいですね。さあそれじゃあ歌ってくださいね。はい、どうぞ。民謡三味線ピアノことと何でもこなせる16歳です。まだデビューして3ヶ月、何がなんだかさっぱり分かりませんが、とにかく自分自身の力を 100% 出し尽くして一生懸命頑張りますと胸をときめかして語ってくれました。長山陽子さんです。春はサラサラ。一歩前をお出ください。よろしくございますか。なお発表順と得票数は全く関係ございません。それでは発表いたします。長山陽子さん、辻沢京子さん、渡辺恵子さん、荻野目陽子さん、以上4人の方です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは感激をかみしめて歌っていただきましょう。どうぞ。ゆうべはあまり眠れなかったそうです。応援してくれた皆さん、何もわからなかった私をここまで育ててくださったスタッフの皆さんのために、今日は精一杯歌います。こんなことを言っていました。早く自分のコンサートも開きたい、夢がいっぱいです。長山陽子さんです。
霞むような夕闇に何